皆さんおはようございます。春になってですね、だいぶ暖かくなってまいりました。冬のロケはですね、もういつも同じ格好をずっとしてたんですけども、今回はちょっと春らしい彩りにしようかなと思ってこんな風にしてみたんですけども、今日もですね、僕の相棒はこちら、ペアルックが、じゃじゃーん、今日は別ルックです。今日さ、俺アミちゃんにね、結構かぶせに行くつもりでこれ選んだの。あ、そうなんですか。あれ、ちょっと木村さん、今日守りのアロフトジャケットですか。全然まだまだ私は冬を引きずっております、今日も元気なアミューです。気づけば春というと、そうなんですよ、千葉テレ以外をご覧の方はね、もうあの開催後になってしまうかもしれないんですけれども、今年なんと3年ぶりのモーターサイクルショーが開催されるじゃないですか、はい、ここ2年間開催されてなかったですよね。今回3年ぶりの開催ということでワクワクしますよね。そうですね、なんかこうリズムを取ってたとこあるじゃない、うん、年末にエイクマがあって、それこそ取材でいた時なんていうのはもうニューモデルをいっぱい見られて面白くて、でまた国内でしか発表しないものもあって、モーターサイクルショーのこの流れ、うん、冬から春にかけてっていうサイクルがあったのに、このとこね、それなかったからね。そうなんですよ、もう今年の春はいよいよこれからバイクシーズンがどんどん盛り上がっていくんじゃないかっていうことで、はい、ワクワクうずうずしますけどね、はい、私もあのワクワクうずうずし始めちゃって、まあ、あの昨日早速バイクキャンプ行こうと思ってキャンプ場をいそいそと予約しましたけど、うんうん、なんか寒さにちょっとこうビビってる割にはやっぱりさすが木村さんアクティブですね。やっぱりね、あの、まあ、今年もガンガンバイクに乗っていこうと思うんですけど、はい、あの皆さんもね、感染予防対策とあとあの事故や怪我に十分気をつけてくださいね。はい、ということでですね、はい、今回はですね、意外と結構久しぶりな輸入車特集となります。今回は120年の伝統を誇るイギリスのメーカートライアンフを特集。まずは研ぎ澄まされた美しさ、作り込まれたデザイン、凛とした佇まい、期待を裏切らない爽快な走り、エレガンスとパフォーマンスを極めた最強の一台。スピードトリプル 1200RR。 日々の通勤や街乗り、週末のツーリングまでどんなシーンもパーフェクトにこなす、クラストップレベルのパワーとスペック。快適性と万能性を全て備えた3気筒エンジン搭載のオールラウンダー、タイガースポーツ660の2台です。スピードトリプル 1200RR と、そしてこっちにいるのがまあタイガー660と、こんな2台なんですけども。そうですね、タイガースポーツ660だと、はい、私思い出すのが、タイガースポーツ850っていうのが直近で出ましたよね、はい、まあ、それの弟分になるのかなっていうのと、はい、ちょっと興味深いのがあのトライアンフのトライデント660、はい、あれを基本ベースとしたもので、はい、スポーツアドベンチャー型っていうのはやっぱりちょっと私の中で刺さるものがあるんですよね。最近ね、我々この手のちょっとこう背が高めのやつ好きだもんね。好き好き好き対して、はい、こっちのスピードトリプル 1200RR、はい、私ちょっと勉強したんですけど、スピードトリプル 1200RS をこちらベースとしてるみたいで、はい、そこになんかロケットカウルをつけた、はい、だけど中身は本物のスーパースポーツ仕様になってるっていうから、こっちもこっちでちょっとね、ワクワクするんですよね。そうね、ちょっと数値の話なんだけど、シート高830、835、そう、ちょっと結構高い、ちょっと高めですよね。ちょっと数字だけで見ると臆する感じなんだけど、まあたかってみませんか。とりあえずじゃあそちらからどうぞ。こちらから、まあ、一応両足はつきますね、つま先で、はい、またかってみるとそんなに数字ほどの高さは感じないですね。っていうのもやっぱりこのタンクがすごくこう絞り込まれてるっていうのと、なんだろう、この下のフレームが足つきの邪魔をしてないんですかね。割とストーンと真下に足が落ちてるので、これ前傾でしょ。フリップオンハンドルの種類としては前傾なんだけど、そこまでスパルタンではない印象。比較的高めって感じ。そうですね、ちょっと高めで、まあ、若干向こうかな。カフェレーサーの中でも割と優しい方のポジションにはなれると思いますね、うん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 、確かにカフェレーサーってさ、カフェってさ、うん、楽そうな名前ついてる割にきついよね。こうなるじゃん、こうなるじゃん。なんかスーパースポーツの方がさ、楽なやつあるよね、全然。あります、あ、いいんじゃないですか。なるほどね。これで中身が、あの本物志向の SS が乗ってるって、はい、ちょっとキュンキュンするのがオーリンズのサスペンション、はいはい、そしてブレーキはブレンボー、はい、
けどなんかもうこのまま本物志向でサーキット行けるんじゃないかなっていうのがちょっと刺さりません、はい、そうですね、いいですね、うん、まあ、いわば三種と神器ともいえるようなパーツがもうてんこ盛りついてきて、やっぱりねこの黄金のね前足っていうのはねかっこいいよね。そうです、まあ、に対してのこっちの、タイガースポーツ660の方はですね、はい、フロントフォーク、ショーはブレーキ日清という組み合わせで来てるんですけども、こっちシートコー835よいしょ、起こします。5ミリだけ高いんですよね。あの比較的スタンダードの工場出荷時のサスがこんな感じでかなりこうバインと沈んでくれるので、見た目以上の足つきの良さを、もしかしたらそっちよりこっちの方がグッて下がるのかもしれない、うん、柔らかそう、うん、あのねこれはしかもねこのコマンディングボシャン、これもうどこまでもいけるやつですね、これはこれはね、もう遠出したくなるやつ。あの面白いのが、はい、ウィンドシールド、はい、ウィンドスクリーンかが手で、はい、手で上げられるんですよね。あのこのね、これ力です。これノーマルの中では比較的高い方かな、これそんな印象がありますね、うんうんうん、まあ、僕みたいにその身長あるとどうも長いんで、完全にこう首のところをこう風が抜けていってヘルメット全部こう露出するんですけど、仮にこれがすごい寒い時は隠れればいいから、あ、いいですね、うん、これはね僕すごい好きです。やっぱりね、ウィンドプロテクションはあると楽ですよ ね高速走行なんかはね。でそっちは多分、まあ、超高級路線、ハイパフォーマンス路線、はい、こっちはヨーロッパ A2 ライセンスで乗れるということもあって、多分これはかなりの戦略者、うん、まずはここから入ってきてください、まずはここで遊んでください、うん、ここでトライアンフというものに慣れて、その先こっちがありますよっていう、だから多分ね車体価格に差はあれど、こっちはこっちで多分ね製造コストとか開発コストは、ね、使ってる気がする、うんうんうん、こっちでユーザー入れてこないとこっち来てくれないから。なるほど、ね、でしかもここのゾーンってそれこそこの間だった R7 のベースの MT-07 とかアプリリアにあった660あるし、そこって潤沢なミドルゾーンじゃん。だからこれが良くないとやばいんだよこのメーカー。だからこれね期待タイガースポーツ660には期待してるところなんですけど、あと何だろう、かっこいいと思うのが多分ね、はいはい、箱つけたらねもっとちょっと全体的に締まるんじゃないかなって思うね、はいはい、まあ、やっぱりこの手のこういうなんかビッグツアラーとかアドベンチャーとかデュアルパーパスってここの箱ありきの存在だよね、うんうん、パニアケースを邪魔しないなんかこのサイレンサーの位置っていうのもちょっと私的にはキュンキュンしますね、はい、期待も込めて今日は英国車の雰囲気を、はい、じっくりと楽しみながら私たち、はい、これからツーリングに行くんですよね。で今日のお出かけ先がですね、はい、15分ぐらいで行ける5キロぐらいのところ、はい、おいいですね。4時間かけて100キロ超のコースにしてチロッと行けるのにわざわざ4時間かけてグイーンと。そうなんですよ、しびれるね朝からじゃあそれでは早速行っていきましょう。英国車の魅力トライアンフと題してタイガースポーツ660とスピードトリプル 1200RR で走っています。ではいつもの高速道路インプレッションです。スピードトリプル 1200RR 高速道路を走らせて実用の回転域の中でトルクが乗るって言えばいいんですかね、こう回転が上昇していく気持ちよさはもちろんあるんですけども、その中でずっと分厚いトルクにこう押し出されるようなそういった厚みを感じてられるのがフィーリングとしてすごい気持ちよかったですね。3気筒というとどうしてもその回転を上げていく過程で2気筒3気筒4気筒のフィーリングが変化しているドラマが面白いものだとこれまでずっと思ってきてたんですけども、今回のこのエンジンについてはどの回転数でも分厚いトルクが常に発生しているとこから出てくる面白さっていうのがあって、また3気筒の新しい魅力に気づいたような気がします。最初に乗ってとにかくびっくりしたのがこの軽さ、 660cc の本当にちょうどいいパワー感っていうのが焦ることもなく怖いこともなくぴったりの速度域で一定の速度感で走っていけるっていうこの気持ちよさが特に最高だなっていう風に感じましたね。軽さっていうのはやっぱり女性ライダーにはすごく大きい武器になるし、 660cc 言っても大型バイクだから高速道路上の必要な追い越し感、ちょっとスピード上げたいなっていう時にもアクセルをちょっとひねればすぐに加速していってくれる。でまた走行車線に戻れば一定の速度で気持ちよく流すことができるんだよね。このアドベンチャースポーツ、まあ、アドベンチャーバイクっていうスタイリングで、まあ、今回の場合は後ろに荷物とかあとケース、パニアケースなんかは載せてない状態なんだけど、
仮に後ろが重くなった状態でもこの気持ちよさを維持できるのかなっていうのはちょっとあのキャンプツーリングライダーの私としては気になるところであるけど、まあとにかくちょうどよく気持ちいいバイクだなっていうふうに思うね。トライデント660も乗ったけど、はいはい、ポジションといい、この目線の高さといい、このなんかこう乗った感じのフィーリングが、タイガースポーツ660の方が好き。あのね、やっぱね、スタイリングがかっこいいね。あのレイちゃんが乗ってても、かっこいいもん、そのスピードトルプ1200あるある。俺今日キレンジャーみたいになっちゃってるけど、黄色いヘルメットで黄色いジャケットで、これね、間違えたんですよ、これ。それがね、間違えたの。広いマシンでしょ。春だから、こう、菜の花を狙ってきたのかなと思ったけど。菜の花なんじゃ、感情。菜の花を悪さするやつは許さんって。2人はワインディングロードへやってきました。さあ2台それぞれワインディング走ってきましたけども、はい、アミちゃんいかがでしたか？そうですね、まずここはですね、番組ディレクターがここはヨーロッパなんじゃないかと、英国、ね、イギリスだぞと、そうそうそう、ここはイギリスだぞって言い切るこの場所はですね、かつて土砂降りの中、はい、私たち寒いね寒いねって2人肩を寄せ合いながら、はい、ここで雨宿りしましたよね。ここは思い出の雨宿りの木だから、いつかねこれネーミングライツでここバイク TV 雨宿りの木っていう聖地にしたいね。アットマーク、イギリス。俺が育ったイギリスの街はこうじゃなかったなってちょっと違和感は正直あるんだけど。ワインディングの感想に話題を変えましょう。バイクって作るときに万人受けて、まあ、バイクだけに限らず万人に受けることってすごく難しいことだと思うんですけど、タイガースポーツ660に関しては万人受けに近いんじゃないかっていうぐらい特別な癖も感じず、ワインディングもスラスラとギャップをほとんど感じることもなく流せましたね。2台まとめてすごく似てるなと思ったのが、どっちもそのフロントのフィール、フロントの接地感っていうのはかなり強めな特性があって、ただそれがある程度しっかりありすぎるだけに、例えばフロントがこう入っていく、あるいは戻ってくる、どっちもちょっと反力を感じるんですよね。入っていくときになんか押されてるような、戻ってくるときも押されてるような、だからそれがちょっとハンドリングとしてはまあ癖のように感じるのか、あるいはフロントの接地感がしっかりあると感じるかはもうそのライダーの好みだとは思うんだけども、意外とキレキレスポーティーな感じではないんだよね。でそれがしかも価格帯倍ぐらい違うのに2台とも近くて、だから今のトライアンフのハンドリングというのはこういうことなのかなっていうような印象があって、ただ3気筒エンジンはやっぱりこれぐらいの街の速度域抜群に気持ちいいね。気持ちいいね。やっぱり3気筒特有のその下のトルクが扱いやすいっていうのは、はい、やっぱり街乗りでもワインディングでもそれが結構活かせてたんじゃないかなって。ワインディングだけじゃなくて結構上り坂っていうのもあったので、はいはい、そこのアクセルを開けた時のパワー感っていうのはやっぱり660その倍ある1200だともう安心して開けられる。なんだろう、ありきたりなんですけどやっぱり扱いやすさ、最初クリップオンハンドルで前傾姿勢で、まあワインディングこそ楽しいのかなっていうのはやっぱりそうなんですよ。前傾だからね、コーナリングしやすいしコーナーにすごく入りやすいっていうのはあったんですけど、こうワインディングをこなしていくのに疲れっていうのはあまり感じなかったですね。またがった時にシートの前方とタンクのえぐれた部分になんかちょっと突起というかこうボコってこう私の太ももに触る突起を感じたので、それがちょっと乗っててライニングの最中気になったかなって思ったんですけど、それはもう本当に個人差があるところなので、もし気になる方はね実際にまたがってみていただければいいと思うんですけど、2台どっちも共に思ったのはかっこいいなっていうのは、思いましたね。デザイン性がいいなっていうのはコックピットがすごくすっきりしているのはなんかこの2台とも共通で、特に TFT のメーターが綺麗なのはそのスピードトリプルの方、こっち 発色もいいよね、見やすいよね、すごくねグラフィックがなんかこうかっこいいんですよね。だこっちは特にそのなんか所有欲を満たすというか、あ外車なんだなっていうような感じは、ここから見よってはきてるね、では続いては私たち乗り換えた高速道路のインプレッションをご覧ください。やっぱりね力強くて気持ちいいね。
私自身スーパースポーツバイク、まあ大きいリッタークラスのバイクをずっと乗り続けてきたから、この速度感、このワクワクドキドキした感じっていうのは慣れていて、このエキサイティングな気持ちで乗れるっていうのはこのスピードトリプル 1200RR では特に感じた。たまにトラックとかタンクローリーとかのこのガラス越しとか鏡越しに反射する自分の姿を見ると、カフェレーサーに乗っているっていう自分自身の姿も、まあ言ってしまうとめちゃくちゃかっこよく映るんですよね。英国車のおしゃれなスピードトリプル 1200RR のスタイリングの良さ、ライダーが乗った時の完成度の高さっていうのも全然忘れてないんだなっていうところに、走りもいいし見た目もいいし気持ちよさ抜群の、まあ、完成度の高いバイクだなっていうのはすごく感じました。タイガースポーツ660のこのエンジン、高速道路だと意外と最初は薄味かなと思いきや、実はこれってすごくバランスの取れた丸みを帯びたいいエンジンなんですね。ずっとそういったしなやかな、こうちょっと柔らかいフィーリングがずっとありました。でおそらくこのミドルのアドベンチャー、デュアルパーパスというカテゴリーはこの先他メーカーからもどんどん出てくるのがもう発表されてるんですけども、おそらく他のメーカーのエンジンと比べてもその中でも最も優等生なしなやかなエンジンなのかなという予想があります。やっぱりパワー感、トルク感、回転の面白さというと 1200cc の方がやっぱり軍配上がってはしまうものの、このミドルの排気量ながらもそこにきちんとフィールを入れてきたトライアンフは上手だなと思いました。千葉テレから5キロ15分を大回りしてのインプレッション、2人は目的地に向かっています。葉月美優のホンダドリームに聞いてみよう。今回は千葉市国道51号沿いにありますホンダドリーム千葉中央からお送りします。お話はホンダドリーム千葉中央の熊野ぬいぐるみのような大菅さんです。キャンプといえば肉、キャンプといえば焚き火、おー、やっぱ経験者ですね、はい、ということで大菅さんはよくバイクを使って、はい、キャンプとかに行ったりしますよね。そうですね、はい。でもなんか準備が大変なイメージがあるんですよね。あ、そうですね、うん、実はですね、はい、今ホンダでは一部店舗なんですけれども、はい、あのキャンプ用品のレンタルを開始しております。バイクじゃなくてキャンプ用品も。そうですね、バイクと、キャンプ用品のセットでレンタルになります、はい、でキャンプ用品がですね、一式揃ってますので、はい、まあほとんどそれだけあればキャンプできるかなっていう。じゃあもうほぼほぼ自分で何も用意しないでキャンプやってみたいなって思ったら、一緒にバイクと一緒に借りて行けるってことですね。そうですね、手ぶらで来ていただいて。おー、どんな用品があるんですか。そうですね、まあ、基本的なものでいうとテントですとか、はい、寝袋、うんうん、あとは、まあ、ちょっと調理するようなお鍋とか、はい、あとこういったようなあのバーナー、バーナーはついてるんですけど、はい、ガスがちょっとついてないので、はい、ガスはご自身でご用意していただく必要があります、あともちろん机とか椅子とかそういったものを。あ、そんなものまで、はい、じゃあもうほぼほぼ本当に一式みたいな。そうですね、それがあれば、まあ、最低限キャンプできるかなというような。あとは現地行ってですね、その現地の美味しい食べ物を買ったり、道の駅でいい、ね、はい、うん、食べ物を買ったり、でそれを夜焼いてみたりとか、そういったものを食べていただくと美味しくいただけると思いますので、うんうん、これはキャンプセットだけ借りるっていうことはできるんですか。ですね、バイクとセットになりますので、うん、バイクとキャンプ用品のセットでのレンタルになります、うんうんうん、じゃバイクも一緒に借りるっていうことは、はい、その例えばキャンプ場とか、はい、そこまでの道のりってやっぱりガタガタとかしたりするじゃないですか、はい、イメージなんですけど、はい、それに向いてるバイクとかも教えてもらえたりとかするんですよね。そうですね。で、キャンプ用品も積みますので、はい、やっぱりそれを積めるスペースがないとダメですので、はい、やっぱそういうものに特化しているような車両、例えば、うん、シュネルハンターカブですとか、はい、あとはアフリカツイン、やっぱそういった車両の方がおすすめです。そうですね。あとはやっぱりそういった方に特になんですけれども、はい、あの最初はやっぱり道具を集めるのって結構お金もかかりますし、はい、やっぱりあまり知識がないと
どれがいいんだろうってそういったものこともありますので、はい、まあ、お試しでやってみる分には最初、うん、まあ、レンタルで、やっていただくのもいいんじゃないかなと思います。じゃあもう私みたいにもう無知な人がやってみたいですって言うので相談に来ても全然全然、はい、大丈夫です。いいっていうことですね。じゃあ今度一緒に連れてってもらってもいいですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。それではありがとうございました。ありがとうございます。ここでホンダドリーム千葉中央からお知らせです。ホンダゴーバイクレンタルでは話題の新型車両をレンタルすることができます。2時間からレンタルできるのでちょっとしたお出かけや気になるモデルの試し乗りも可能。また一部店舗ではキャンプ用品のレンタルも行っておりますので手ぶらでキャンプツーリング体験もできます。詳しくはホンダゴーバイクレンタルで検索。英国車の魅力トライアンフと題してタイガースポーツ660とスピードトリプル 1200RR のインプレッションをお送りしました。さあそんなわけでトライアンフ2台でショートトリップに出かけた我々ですが、はい、見覚えのある千葉市内まで帰ってきました。そうですね、ちょっとびっくりしたのが、まあ、ぶっちゃけて言いますと千葉テレからチュ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 って3、4回曲がるとここに着くんですけど、なんと今日1日たっぷりと、はい、150キロもツーリングしてきましたよ。あのね、めちゃめちゃ近いのここ。まっすぐ来てたらもう全然オープン前の早朝だったからねこれ。まあ旅した感がすごいありますけど、はい、千葉テレすぐそこですから。そうなんですよ。でも我々がねやってきたのがここ蘇我に移転してきたばかりのトライアンフ千葉中央さんなんですけども、はい、このもうそびえ立つでかいこの倉庫のようなガレージというかベース感のあるこの新店舗。なんかもうかっこいいですね。ザトライアンフっていう感じがいいですよね。ね、ブラックとホワイトのなんか伝統あるトライアンフブランドっていうのがこう、ね、背中から感じますけど、威厳を感じますね、はい、で来週はですね、まあ、我々不定期でやってますバイクショップ探訪の会となりますので、うんうん、今回お見せしたいところは山々ではございますが、はい、ちょっと試させていただいて木村先生いいですか、いつも の, いつもの来週に向けての振りなどいただいてもいいですか。あ、来週に向けての振りになりますか、はい、そうですね、はい、あ、始まりました。はい、始まりました。そうですね、今回トライアンフということでですね、私トライアンフの思い出といえば、ロケット 3R2500cc の大きいバイクなんですけどのインプレもさせていただいております。そしてですね、レイちゃんが、はい、運営してますレイブログ YouTube の方ですね、レイブログの方でもトライアンフの動画過去にいくつかあのね、ちょっと記憶が曖昧で曖昧だと思います。バイク雑誌の仕事だったかもしれない。はい、そうかもしれません。私は私の、YouTube チャンネルアミ TV の方でトライアンフインプレさせていただいてます。レイちゃんの方もあるかもしれません、探してみてください。というわけでまた来週のバイクショップ探訪お楽しみにね。バイバイ。バイバイ。ここで番組からプレゼントのお知らせです。千葉県大多喜町カフェクラブビッグワンよりクラブビッグワンノーバイクノーライフオリジナルコーヒータンブラーを2名様にプレゼント。さらにライダーと共に歩みモーターサイクル文化を豊かに切り開く串谷よりヒップバッグを1名様にプレゼントします。宛先はご覧のところまで。ご応募お待ちしています。